はい、こんにちは、ムロです。本日はですね、休止していたトレード企画をですね、再開しようかなと思い、カメラを回しております。はい、休止したタイミングでですね、まあインスタグラム上で多くの方にですね、まあ声をかけていただいたり、あとはアドバイスをですねいただいたり、いろんな方に声をかけていただきました。この場を借りてですね、お礼申し上げます。本当にありがとうございました。まあ言うほどですね、無労的には傷ついていないんですけれども、まあ仕方ないかなというところもありまして、まあこれ以上ですね、引きずったり、引っ張っても仕方ないのかなというところもあるので、トレード企画をですね再開して、まあ仕切り直しで、進んでいこうかなというふうに思えるようになったので、またちょっとトレード企画を再開しようかなというふうに思いましてですね、報告を皆様にしております。近々ですね、トレード企画を、まあボリューム2ですか、ボリューム2になると思うんですけれども、トレードした動画をですね、皆様にお届けできるかなというふうに思います。で、今回トレード企画、まあ再開にあたってですね、まあ1回目から初っ端からですね、いろいろあったので、まあ休止明け一発目はウロのお友達とスニーカートレードをしました。それで休止前にですね、トレード希望されていた方何名かいらっしゃったんですけれども、その方々申し訳ありません。今回はちょっと、まあ、仕切り直しっていうところもあるので、まあ、お友達とトレードさせていただくことになりました。はい、申し訳ありません。ですけれども、なかなかいいスニーカーとですねトレードできたので、皆様にまたいい報告ができるのかなというふうに思うんですけれども、もともとこの企画を始めた趣旨なんですけど、まあ、まずは動画をですね、楽しんでいただきたいなというふうに思ったのと、まあ、そのトレードしたスニーカーを履いてですね、何かこう、生活の中に色がこう足されて、なんかハッピーになる人が増えたりとか、で、この企画を通してですね、新たなつながりができたりとか、なんかそういったことが生まれてくるといいのかなっていうところもあって、この企画をですね、スタートしたところではあります。まあ、休止をずっとしていても、この企画の趣旨はですね、叶わないので、まあ、とりあえず、再スタートということで、トレード企画再開しようかなというふうに思います。で、今回サレヘベンバリーの 2002R と 574 ですね、2足トレード、募集していたんですけれども、そのうちの一足 2002R に関してはトレードが成立している状況です。動画を YouTube の方にアップして、また、皆様にお届けしていこうかなというふうに考えております。動画に関しては近々アップする予定なので、ぜひ皆様見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。まあ楽しく、もう趣味になってしまってます。この YouTube での活動っていうのは無料にとって、趣味ですね。スニーカーをこう集めたり履いたりするのと同じぐらいの趣味になってきているところもあって、まあ非常に楽しく、編集したりとか撮影しているので、まあ今後も楽しくやっていけるといいかなっていうふうに思っておりますので、ご愛顧いただけると非常に嬉しいです。はい、今回はですね、トレード企画再開のご報告ということで、皆様にお伝えしたいなと思って、カメラを回しました。はい、また多くの方々にですね、トレード企画参加していただけると、いろいろと盛り上がるのかなというところもあるので、皆様よろしくお願いします。本日もですね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お待ちしております。ありがとうございました。